こんにちは、ガミくんです。今回は、モンストニュースで重心化が発表されましたヘラについて語っていきたいと思います。で、印象としてはタンポポの相方として最高のキャラなんじゃないかなと。もうゼウスの妻じゃなくてタンポポの妻と言ってもいいくらい噛み合った性能をしてますね。で、どんな性能してるかっていうと、貫通ゲージのバランス型、もうこれは激手と戦型がタンポポと合ってるんで、ワクワクの実とかで強化しやすいですね。で、アビリティが飛行超 AGB のゲージでバリア付与と飛行付与ってことで、タンポポと同じ地雷重力の対応してるキャラなので合わせやすいと。で、激手も合ってるから比較的連れてきやすいんじゃないかなという印象ですね。で、SS がブースト SS、 星6で純粋なブースト SS 持ちは初めてなんじゃないかなってことで、綾波も受信化した綾波も同じブースト SS 持ちなんですけど、 AT フィールド付与っていうバリアも、付与するってことで、確かパワーアップの倍率が1.25 倍、 2段階目で、なのでそれよりかは高いようになってくるんじゃないのかなと思います。こっちはパワーをアップさせるだけだからちょっと期待してます。で、 SS ターンが12ターンと16ターン、1段階目12ターン、2段階目が16ターンで、1段階目が味方のキャラが1回動くと消えてしまう。で、2段階目が2回動くと解除されてしまう。リルロッテとかのブースト SS は20ターンで味方が3回動いたら解除されてしまうんで、もしかしたら 1.8 倍もの、パワーアップもワンチャンあるんじゃないかな。多分星6なんで 1.5 倍ぐらい来たらいいかなと思ってます。で、友情コンボがクロスレーザー EL と白爆発 EL ってことで、タンポポを使うにあたって結構必須レベルの爆発持ちってところで、ヘラとタンポポ合わせて使うだけでそれなりに火力がヒット数爆弾の火力が出せるようになってるんじゃないかなと思います。なので、これから多分タンポポのワンパン動画も撮っていくと思うんですけど、ヘラを使うっていうのも結構あるんじゃないかなと思います。で、タンポポの相方の相性として語っていくのはこれで、普通に使うっていうことを考えると、一番評価しているのは神化が、マインスイーパーの重力だったんですけど、これが重心化したことで飛行の超 AGB になったと。で、超 AGB はになったから、多分マインスイーパーが飛行にちょっと下がってしまったんじゃないかなって思うんですけど、 SS のその触れた味方のパワーをアップっていうところと、飛行になったっていうのは結構評価してて、個人的には例えば空風林とかと合わせた時に、ヘラがヘラでパワーアップして、動き回ったとかした時に地雷を、仮にマインスイーパーのままだったらその地雷を回収してしまって、いざそのブーストした空風林の SS を撃とうとか思った時に、地雷がなかったりなんか少なかったりしてるとすごい困っちゃうとか、そういう時もあると思うんで、飛行になって地雷が回収できなくなったっていうのは結構マインスイーパー持ちと合わせることを考えたらすごい良くなったと思ってます。最近はマインスイーパー M 以上のキャラとかも増えてきてるんで、なので飛行になったっていうのはめちゃくちゃいいと個人的には思ってます。あとはちょっと友情コンボに関してはタンポポと合わせることに考えたら、白爆発言えるってめちゃくちゃ範囲が広いから、爆弾設置してヘラに当たればだいたい他の味方の友情も発動して誘発できるっていうところでいいと思うんですけど、普通に使うことを考えると、せっかくブーストしたのにヘラに先に当たってブーストした味方の友情が半減されて出てしまう可能性があるから、これはちょっと一長一短なんじゃないかなと。で、やっぱりアビリティとストライクショットがかなり高めに設定されてるってこともあって、友情コンボは割と最近のキャラにしては控えめな強さなんじゃないかなと。というわけで、結局のところSS の倍率によってすごい評価が変わると思います。今はちょっと期待値は高いですけど、仮にブーストの SS が 1.2 倍とかだとそこまで低くはならないと思いますけど、そこまで仮に低かったとしたらちょっと
そこまでめちゃくちゃ使われることはないんじゃないかなってちょっと不安がありますね。でも仮にこれが 1.5 倍とか、まあ 1.8 倍とかになったらかなりもう使われるキャラになると思いますね。星6で16ターンで 1.8 倍かけられるってすごいことだと思いますよ。で、あとは近畿の19の層とかでも使われそうな気はしますね、この性能だと。なのでまあちょっと今後の使ってみた動画とかにで、まあ多分倍率はわかると思うんで、そこにすごい期待してます。というわけでご視聴ありがとうございました。